皆さんこんばんは。そしてお久しぶりです。ということで、あけびこみち役の村上真夏でございます。皆さんお久しぶりです。なんとね、アニメの最終回の放送からちょうど1ヶ月が経とうとしておりますよ。皆さん元気でしたか？お久しぶり。あけびちゃんロスなんていう言葉もちらほらちらほらちらほらちらちら聞こえてきまして、どうですか皆さん、ロスしてますか？してるよ。聞こえてくるな。ということでね、すごい、またこうやって YouTube ライブができてすごく幸せでございます。なんかそう、さっきこの配信が始まる前に皆さんが YouTube のコメント欄でめちゃめちゃお話ししてるのをちょっと見させていただいてて、なんか、お友達じゃないと思ってすごく嬉しい気持ちになりました。そしてそう、ちょっと画面がカクカクしているみたいですか？じゃあ今ロボットダンスやったらめちゃめちゃ上手に見えるかな。イエイ。ということで、まあちょっと直してくだされそうなので、まあカクカクの私を楽しんでください。そしてそう、 YouTube といえばリリックビデオご覧になりましたか？始まりの刹那の、いやー見た、私はすごい、なんか文字の現れ方ももう全部違くて、うわ、これぞリリック、いやリリックビデオなんだけど、これぞリリックビデオやーと思ってめちゃめちゃ感動した。可愛かった。やっぱりこみちちゃんたちの世界はめちゃめちゃ可愛いね。すごい、お、しかも1000人の方がもう視聴中、ありがとうございます。嬉しい、すごい、うわありがとうございます。ということで、私は今日も両手に機械で頑張って皆さんのコメント見ていこうかなと思います。ということで、改めましてあけびこみち役の村上真夏ですよ。先ほどツイッタースペースでも少しお話ししましたが、あけびちゃんのミニライブは終わってません。終わったと思ったでしょ？終わってないですよ。もしかしたらこの先30年続くかもしれないですからねって勝手に言ってます。わかんないです。今後ももちろん原作は絶賛連載中ですし、アニメも各配信プラットフォームにて配信中です。そしてアニメのブルーレイ&DVD がいよいよ今月から毎月発売されていきます。ということで、いやもう毎月ロスなんて言ってられないですよ。毎月ワクワクが、ありますね。ありがとうございます。楽しいな。そしてちょうど明日か、4月26日火曜日までは新宿マルイアネックス7階にて期間限定ショップがオープンしていたりと、関連グッズもいろいろ登場していますね。ということで、かわいい、かわいい、このポーズかわいいな、チビキャラもかわいいですし、ハート抱いちゃったりして、あらかわいいね。いやーずっと見てられる。なんかポスターかな、ポスターの下のところにあるのがお花みたいなのもかわいい。うーん、素敵ですね。ということでね、もう行かれた方もいらっしゃるよね、きっと。どうでしたか？楽しかった？で、チビキャラかわいいよね。あー、かわいい、かわいいって言ってるみんな、やっぱりね、かわいいよね。おー、お家に飾ったりしてる。あ、明日行こうかな、だって。素敵よ、素敵よ。あー、そうね、海外のご友人が行けなくて悔しいと。確かに、いつか行ける日を願いましょうね。でも行ける人はぜひ行って楽しんでください。あ、一旦ちょっとやっぱりカクついてしまうので、ちょっとね停止します。皆さんしばしご自由にお過ごしください。
お待たせしました。どうでしょうか皆さん、何してました？私は談笑と水を飲んだりコメントを見たりしてましたけど。あ、え、ぬるぬるじゃない、ぬるぬるじゃない、ぬるぬるですね。よかった、ありがとうございます。戻ったよ。みんなどこにいる、戻っておいでということで、皆さんがいろんな爪切りますとか飲み物飲みますとかいろいろ報告してるのちゃんと見てましたよ。そう、爪切りで思い出したんだけど、私最近爪切るのをやめて全部やするようにしてるんですよ。なんかそうするとなんか私が爪が割れやすいから、そういう人にはいいらしいって聞いたので、割れやすい人はぜひ爪やすってみてください。ぬるぬるだ。あ、髪染めた話しただって、してない。あ、でも言っていいですか、さっきの話、リリさんの話。いないから、あ、言わないようにします。ちょっとやっぱりプライベートの話はちょっとやめますやばい、これ皆さん気になっちゃう話しちゃったな。で、どこまで行ったっけ。あ、そうそうそう、ショップがそう開かれてますからね。皆さん行きましたかって言ったら、なんかさっきツイッターでも行きましたよみたいな方がいらっしゃって、楽しそうでいいなと思いました。めっちゃ滑らかになってるって。あ、じゃあ今度はわかめダンスがすごい入るやったー。あ、ただいま。あ、間違えた、おかえりだ、間違えた。あ、私はただいまか。あ、まあお互いにね、おかえりとただいまを言い合う仲になりましょう。あ、それはなんかちょっと告白みたいになっちゃったからあ、すいません、ちゃんとします。で、今後も広がっていくあけびちゃんに関するお話をしていければと思いますので、こちらの YouTube のチャンネル登録はそのままで引き続きご注目いただけると幸いです。ということで、そうね、登録しといてくださいほら、私ってさ、すぐ言ったことがちょっとシーンってなっちゃうと、すぐこうやって焦っちゃうんですよ。だから私をシーンとさせないでわー、こんなすごいシーンとしてる誰か、すごいなんか悲しくなってきちゃったはい、じゃあ次行きます。ということで、今日はいよいよあさって4月27日水曜日に、お、たまに音が途切れてしまう？そんなことはない？あ、そんなことはないみたいです。ということで、明日、あさって4月27日水曜日に、あけびちゃんのセーラー服ブルーレイ &DVD 第1巻が発売となるということで、ん？あ、そんなこと、あ、大丈夫みたい、よかった。そのご紹介をね、メインにお届けしたいなと思います。この番組内で初公開となる新情報もありますので、お楽しみに。皆さんのコメントは YouTube のチャットと、そして Twitter のハッシュタグ、あけびちゃんのセーラー服でお寄せいただけると嬉しいです。見てますよ、見てますよ皆さん。やったーって、絶対買う、お願いします。もうすぐ届きますよ。ということで、早速ブルーレイ &DVD 第1巻をご紹介していきたいと思います。ということで、未開封のこちら、なんと手元に一足お先に未開封のものをこちらにご用意していただきました。わーい、こちらですよ、現物。しかも今日カメラ2台セットなので、ちょっとね、手元が映りやすい大きめのか、あ、そう、あ、ちょっとじゃあこれちょっと移動、こっちがこうさして、オーケーオーケーオーケー、こちらです。イエイエイエイ。まずね、なんといってもこちらの全巻収納ボックス、すごいよ。ということで、早速開けていこうかなと思います。ちょっと一瞬失礼、皆さんごめんなさいね。よし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 、おー、こういうの綺麗に剥がれるとな、急にテンション上がるんだよな。おー、剥がれた。ということで、でかいだって、そう、結構大きいの、なんたって全巻収納ボックスですからね。お、ではいきます。まずはね、こちら、原作ヒロ先生書き下ろしで1年3組のクラスメート16人とカオちゃんが描かれている全巻収納ボックス。あ、じゃあちょっとこっち側からくる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 、かわいいよ。これさっき私見て、あ、いいなと思ったのが、ちゃんと爪まで描かれてるんですよ、手の。すごくないと思って、このだって爪
すごいよ、リリちゃんとか爪がすごかったりとか、あとリリちゃんのね口が私は結構好きなんですけど、これはぜひね皆さんお手元に来た時に見ていただいたりしたいなと思います。かわいい、いやいいなあ、辰森さんのメガネはこういう風になってたのねとかいろいろわかるので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただきたい。かわいいよ、すごい、私が見ちゃった、2カメに向けてって書いてあったのに、かわいいわ、すごい、ほら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 、蝶々もいるし、かわいい、やばい、かおちゃんととうこちゃんが同じ姿勢なのもかわいい。ということでね、ぜひぜひお手元でたくさん楽しんでいただければなと思います。ということでね、全巻収納ボックスの中に収められている第1巻の方を見ていきたいと思います。出るかしら、こちら、じゃん、わー、かわいい。ということで、パッケージの素敵な装丁、すごいよこれ。なんかさ、アケビちゃんのアケビズセーラーユニフォームっていうところが金、なんか白白押しされてて、すごいツルツル、かわいい。なんか感触も楽しいですし、しかもなんかさ、このお花模様みたいなのがさ、なんか海外の素敵な香水の箱みたいな感じらしくて、なんか可愛らしい部屋にも置ける、インテリアにもなる感じで可愛いですね。しかもなんかね、ちょっとさっきスタッフさんとお話ししたら、これがなんか小道たちの思い出が詰まった宝箱をイメージして作っただそうなんですよ。可愛いでしょ。しかもこれ外だけじゃない、まあ、裏もね素敵なんですけど、なんと見ていただきたいのはこれ、中までちゃんと書いてあるの。しかも見て、ここ見れる、ここまで書いてあるんですよ、イラスト、イラストっていうの、かわいい、すごい、本当に細かくて丁寧で、本当隙がない素敵なイラストになっております。ぜひぜひこちら全巻揃えるとね、さらに色とかもね好きになると思うので、まだ白なんですけど、ぜひぜひ揃えていただけたらなと思います。ということで、こちら中の方も見ていこうかな。あ、こっちだな、じゃあまずはこちら、こみちちゃんが描かれているこちら取り出すとですね、なんと開くとね、まあ可愛いんだよこれも、あ、全然映ってなかった、こみちちゃんも可愛いんだけど、これを開くと、じゃ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 、あー可愛い、給食班4人の素敵なイラストがあります。なんか桜の花の感じとかもすごい素敵だし、うわー線を感じる。ぜひこれはね細かく見ていただきたい。なんとね、こちら毎回登場するキャラクターが違うということで、何巻で誰が登場するのか、推しは来るのか、さっき推し談義とか皆さんされてたから推しが来るのかどうか楽しみにしていただければなと思います。ということで、こちら中開けていこうかなと思うんですけど、あーまあ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 、アニプレックスさんのチラシもありつつ、まあこちらはね、まあ、ちょっと皆さんで見ていただいてちょっとこちらに置いといて、まずはこれか、はい、第1弾、第1話と第2話の本編が収録されたブルーレイのディスク、そしてこっちか、オープニングテーマがフルサイズ、インストゥルメンタル、テレビサイズで収録された特典 CD がついております。かわいい、ちょっとねこっちの方が CD の方が反射しちゃうので角度があれですけど、ここの中もさピンクでめっちゃかわいいよ。あ素敵、おおそうそうそう素敵です。ということで、あーあちゃんとかわいい、おすっごいスクラッチ、あ私そうそうスクラッチの音めっちゃ得意なんですよ。これほんとずっとやり続けてる、すごい得意なんで、ぜひぜひ皆さんもやってくださいそしてあ、まあたくさん見てくださいね、ブルーレイということで綺麗なはずなので見てください。そしてそしてこちらが学級新聞です。わーかわいいですね。狼狽学園中等部1年3組学級新聞が友達ということで、こっちか、かわいい。と
ということで、細かい内容はですね、ぜひぜひお手元でご覧いただきたいなと思うんですけど、私はちょっと先にちょっと見させていただくと。いいですね。はい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 。あー、懐かしい。あー、いや、このインタビューしていただいたとき、めちゃめちゃちょっと楽しいことがありまして、そう、この学級新聞には私、村上真夏と雨宮そらさん、そして和歌山紫苑さんのキャストインタビューと、私とそらさんのキャスト一問一答が掲載されています。毎巻それぞれキャストの皆さんからの素敵なお話が掲載されるので、こちらもお楽しみにということで、ここでしか聞けないようなお話や質問もということで、そう、このインタビューの時にちょっとね、なんだろう、トラブルじゃないな、ちょっとあることをそらさんがしたんですよ。で、それに対して私がちょっとある言葉を言うんですね。で、それを言ったら、あのそらさんと私がずっとインタビューなのににやけが止まらなくなるみたいな、そういうこともあって、それもね、裏面の下から3行目の真ん中ら辺に書いてあるので、ぜひぜひそこを楽しんでいただければなと思います。本当このエピソードをなんかそらさんともこのその後にも話したりして、あれでちょっとなんか距離が縮まったよねみたいな話もしました。そして、そう、これは見せていいのか、こっちか、ちょっと待って、こうしてこうして、ここら辺に隠れているイラストとかが実は載ってるんですけど、こっちに見せた方がいいかな。そう、桜とかマイクとかあるんですけど、この素敵な絵、なんと村上が描かせていただきました。ありがとうございます。素敵よ、素敵よって自分で言うのもあれだけど、いろいろ実はちょっといろんな絵を参考にしながら頑張ってね、何個も描いたので、そして何個も使われているので、ぜひぜひイラストの方にも注目していただきたいなと思います。そしてね、私が一番わー細かくて素敵と思ったところが、この学級新聞の日付、なんと4月27日水曜日になってるんですよ。すごくない？発売日。いや、こういう細かいところも素敵だなと思います。ということで、細かいところまでいろいろ詰まったこちらの学級新聞もお楽しみに。そしてもう一つ、こちらもすごいですよ。じゃん、特製ブックレットです。わー、すごい。こちらもあれだ、あのデジジャケットとかと一緒の素敵なね、イラストが描かれておりますが、ここかな。はい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 、1話のところのね、素敵な絵とともに、あけびちゃんならではの絵の綺麗さが生かされて、扉絵のように場面写が使われていますよ。各話数でね、どのカットが使用されるのか毎回お楽しみにということで、さっきね教えてもらったんですけど、これ次もめくっていいかな。ここにね、アニメ本編の絵があるじゃん、これをめくるとその原画バージョンがあるんですよ。素敵じゃない？他のなんか原画とはちょっとね、タッチも違ったりというか、やっぱり細かい感じになってたりとかして、これ私もアフレコの時はもうすでに色がついてたりしたから、この原画バージョンを見れてないところもたくさんあって、なのでね、ちょっと私もすごいいいですね、楽しめますよ。こちら制作資料も40ページの大ボリュームということで、原画や美術ボード、美術設定、そして絵コンテもたくさん掲載されていますよということで、まあ素敵。あー、ちょっと待って、いいかな。じゃん、あけび家、素敵。イラストすごい細かいよ。レンガ一つ一つ描かれてたりするし、素敵。いいね、色がつくとまたなんかリアルだし、色がないその何設定のところもすごい、あ、こういう風にできたんだっていうのがあって、めちゃめちゃいいですね。いや、楽しめる。あの皆さん大好きなあそこのイラストもあったりとか、なんか日時によって、違う、時間帯によって場面設定も変わったり、オープニングの絵コンテもありますよ。皆さん楽しんでいただければなと思います。ほんとすごい大ボリューム、パーッとすごいことになってますよ。しかも見て、これ後ろも白じゃなくてさ、しっかりとさ入ってるの、イラスト細かいね、素敵だわ。あと私が好きなのは、あのスタッフさんの名前を探すことこれあーあーってやるのが好きです。はい、ということで皆さんも自分なりの楽しみ方をしていただければなと思います。ということで、もうたっぷりとブルーレイ第1巻のご紹介をしてきましたが、皆さんどうですか、楽しんでいただけてます？細かいの、特別感あるね、匠の技。そう、
プレビューグレート Thank you。 楽しんでますか？ツイッターの方も見よーっと。あさって早く来て、確かにあさって早く来てほしいですよね。だってもう待ちくたびれちゃうもんね。そう、設定画が本当にすごいのよ。ということで、たくさん待った分きっとお手元に来たらいっぱい楽しめると思いますので、ぜひぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思います。あ、やばい、こうやってこれ戻すのが、私は不器用なんだ。あ、入った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 。ということで、これそうだ、このさ窓枠みたいな感じがちょっと小道ちゃんをなんか遠くから覗いてる感じがして、すごい素敵な感じになっております。ぜひぜひ糸楽しいあ、これコメントですよ、私じゃない、コメントが書いてありましたよIt's so fun! Thank you! 原画楽しみ壊すなよ、壊さない壊さない、ちゃんと丁寧に扱っております。楽しんでるよ、だって。おお、あ、ちょうど今出荷通知が来たって、すごい。ということで、楽しんでいただければなと思います。では改めてブルーレイ第 DVD 第1巻の情報をおさらいしたいと思います。こちらをご覧ください。はい、あさって4月27日水曜日に発売となります第1巻。オーディオコメンタリーも第1話第2話それぞれそらさんやかなさん、あかりんさんとお話しさせていただいておりますので、ぜひ本編ともどもお楽しみください。結構ねディープな話をしておりますよ。ぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。また店舗共通購入特典、店舗別購入特典としてさまざまな特典が用意されておりますので、そちらをご確認の上ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。かわいい。さらに全国20店舗のアニメイトさんではディスプレイコンテストが実施されます。各店舗での店頭展開の写真が公式サイトにて公開されておりますので、そちらもぜひ ご覧いただき、お気に入りのお店さんにご投票ください。ご投票いただいた方の中から抽選で10名様に非売品のプロモーション4ポスターをプレゼントということで、どしどしご参加ください。しかもなんか読むところによると、私が選ぶあけび小道賞もあるということで、いやどうなるんですかね。ちょっとたくさん見て楽しみたいと思います。ぜひぜひ皆さんも一緒に参加しましょう。そしてこちらのブルーレイ &DVD 第1巻の発売を記念したリリースイベントが6月12日日曜日に開催となります。都内にて私、村上真夏、天宮そらさん、そして斉藤しかさんの3人が登壇予定です。こちらのイベント応募には対象法人にて対象商品となるブルーレイ DVD 第1巻をご要約、お買い上げいただいた方に先着で申請されるイベント応募チラシが必要となります。詳細は公式サイトをご確認の上ご応募くださいね。ということで、ぜひねイベントであけびちゃんファンのお友達の皆さんと素敵な時間を過ごせればと思います。意外と皆さんの前でこうやってなんかお話するのはアニメジャパンとかね、あの先行上映会とか以来かな、なので楽しみだなと思います。たくさんお話ししたいなということで楽しみです。第1回に関する情報をお届けしてきましたが、続いては来月5月25日に発売となる第2巻の新情報をお伝えします。まずはこちら、第2巻のジャケットです。かわいい、素敵だわ。あ、すごい拍手が飛んできましたが、かわいい。今度はエメラルドグリーンカラーということで、私がなんだっけ、私の誕生日席もこういう色だなってさっきお話しました。かわいい。そしてジャケットイラストの全貌がこちら。誰だ、登場するのはじゃじゃーん。ということで、小道ちゃんに加えて谷川圭ちゃん、そして上目猫ちゃんが登場しましたよ。かわいいね。これもう絶対ケイちゃん小道の写真撮ったでしょみたいな、かわいい。しかも私結構足が好きなんですけど、このスカートからさ見える小道ちゃんの足やばいね、かわいいね。やばい、あ、ちょっとあれだったかな、ディープだったかな、かわいい。あ、ほらやっぱりみんな2巻のジャケットイラストめっちゃいいじゃん。小道ちゃんと目が合う、そう確かに。え、なんかさ窓から覗いてたら小道ちゃんがなんか覗いてる私たちに気づいて、あ、見てるみたいな、そういう声も聞こえてきそうな、かわいい。猫ちゃん起きてる、あ、本当だ、ちょっと目が開いてる、かわいいですね。きっとなんか風もいい感じになってるんじゃないかなということで、こちら素敵なジャケットはキャラクターデザイン河野めぐみさん書き下ろしのイラストでした。第2巻はこの3人でしたよ。
ということで、素敵ですね、ありがとうございます。そしてそして第2巻の完全生産限定版特典の詳細もご紹介します。こちら、おお、ということで第2巻にも学級新聞がついてきますよ。キャスト一問一答にはあかりんさんとしゅんちゃん、そしてキャストインタビューはあかりんさん、あきらんさん、そして伊藤美久さんでお届けするものとなります。特典映像には第4話で放送されたエンディング、あけびちゃんの縄跳びのノンクレジットアニメーションが収録されます。ということで、わあ素敵ですね、楽しみにしていてください。さらにオーディオコメンタリーは第3話は私村上真夏と和歌山紫耀さん、関根明さん、第4話は村上真夏、木戸あかりさん、関根明さんでお送りします。ということで、すごいね、楽しみに待っていてください。5月25日だから水曜日、ちょうど1ヶ月後の発売なので、第1巻に続いて皆さんお楽しみにお待ちください。続いては配信情報です。現在アニメテレビアニメあけびちゃんのセーラー服はご覧の各配信プラットフォームにて好評配信中です。そして来月5月15日からはネットフリックスさんでの配信開始も決定しております。もっともっとあけびちゃんに触れていただける方が増えると思うとめちゃめちゃ嬉しいです。たくさん友達の輪広げていきましょう。続いてはこちら、先日あけびちゃん公式ツイッターとインスタグラムのフォロワー、 YouTube チャンネルの登録者の合計が10万人を超えたということで、友達10万人できました。あけびちゃんのプレゼントキャンペーンを実施します。ありがとう、皆さんお友達になってくれてありがとうございます。ツイッター、インスタグラム、YouTube でそれぞれご参加いただくと、抽選でキービジュアル第2弾仕様オリジナルパーカー、私サイン入りブルーレイ&DVD 第1巻発売告知ポスターを計10名様ずつにプレゼントいたします。ということで、心が綺麗な人にしか見えないオリジナルパーカーのイラストが入っております。皆さん見えますね。まあ見えないよっていう方ももしかしたらいるかもしれないので、そういう方には私が今現物を着てきました。じゃじゃん、これだ、これだぜみんな。ちょっとはい、すごく素敵な感じでいっぱい来てくださいということでね、Twitter、Instagram の投稿、YouTube はコミュニティの投稿を ご確認の上ふるってご応募くださいね、お願いします。そしてまあ YouTube といえばこのミニライブ以外にも特別企画のふふふのふふはいとかもやってたりしますけど、あれも皆さん終わりとは言ってませんよね。ということで、まあね、いろ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 動いておりますので、ぜひぜひお楽しみにお願いします。アニメのあれをちょっとああしちゃったりこうしちゃったりああしちゃったりするんで、ぜひぜひ楽しみに待っていてください、お願いします。そして放送期間中毎週実施していた感想投稿キャンペーンの商品ブロマイドもご紹介したいなと思います。ということで、こちら手元にあります。たた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 たパパ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 パ、やばい、はい、一番最初に見せたのはどれだったでしょうかあ、こっちか、はい、これでした、多分私もちょっと分かってなかったです。いや、そう、ちゃんとねサインとかも書かせていただいて、サインの色もね、ブロマイドによってちょっと変えたりもしてるので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。本当に素敵なのでね、ということで楽しみにしていてください。以上お知らせでした。はい、ということでお水も飲みつつ、今日本当に前髪の癖が大変ですねよし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 、はい、え、ヒロ先生がイラスト、はい、あ、嘘、ちょっとかわいい、ということ、あ、すごい、私がいなくなっちゃった、あれがピントがやばいやばい、ここです、私は見ました、めっちゃ可愛かった、ちょっとぜひ皆さんも後で確認してください、あ、今でもいいのか、別に YouTube だからツイッターの方で確認してください。めちゃめちゃ可愛かった、そっか、なんか嬉しい、見てくれてるんだ、ありがとう、こみちちゃんとかおちゃん
すごいちょっと気持ち悪い笑いをしてしまった、うん、ということで、はい、赤身イラスト、そうね、よかったわ。ということで本日の YouTube ライブそろそろ終了のお時間となりました。いや早いですね。ということで1ヶ月ぶりの YouTube ライブ、いやなんかやっぱり緊張しますね。緊張してなんかね、鼓動がどんどん速くなっていきましたけど、なんかやっぱりいいな、皆さんとこうやってコメントねとかでリアルタイムでね、意見交換できるのすごい楽しいですね。あ、うん、うん、はい、何もなかったですということで、あ、楽しかったですか皆さんも。もうということで、さっきは心の綺麗な人にしか私の声が届いていなかったみたいで嘘です。皆さんちょっとトラブルがありましたが、聞こえてますか今、聞こえてた、聞こえてるかな皆さんのコメント。あ、声入ってない、声入ってない、あれ、あ、聞こえました、よかった。あ、ちょっとこのコメントがあれか、あ、なるほどなるほど、よかったよかった。ということで戻ってまいりました、皆さんお待たせしました。ということで、そう、何を話してたかっていうと、本編は以上ですが、ほんのちょっとだけおまけで公式インスタのストーリーにお寄せいただいた質問にお答えしたいなと思います。本編はもう終わりましたからねっていう台本に書いてあって、さっきスタッフさんとあの打ち合わせもあったんですけど、スタッフさんがほんのちょっとだけをめちゃめちゃ強調して読まれていたので、きっとほんのちょっとだけですが、多分私はさっき確認したところもうちょっとやっても良さそうなので ね、相変わらずちょっと長くやろうかなと。あ、長くとか言っちゃダメだな、やっぱりちょっとだけやろうと思います。ということで質問いただいておりますので、どうしましょう。1番もう序盤にいっちゃいますか。ではまず1問目って言ったんです。質問1個目、僕の高校も高野祭があったので懐かしくなりました。真夏さんは体育祭の思い出何かありますか、ということで、あるある、私ダンスを多分毎年かな、体育祭で踊るっていうのがあったんですけど、そのダンスが既存のダンスをやるんじゃなくて、なんか2年生がダンスを作るっていうのがあったんですよ。作ってで2クラス女子だけで体育やってたんですけど、その2クラス合わせて3か4チームぐらいあって、そこで
みんなでなんかコンテストみたいな感じでどのダンスの振り付けがいいかみたいなのをやるっていうのがあったんですよ。で、私もそれを1年生の頃からめちゃめちゃ絶対に私のダンスをなんかみんなに踊ってもらうんだと思って超頑張ってダンス作ったっていうのがあって、まあね、結局私のダンスはちょっと惜しくも採用されずだったんですけど、なのでリベンジにね、高3の時私が応援団やったんですけど、その応援団でダンスをやって応援歌も作ったりしてみんなで楽しくやりましたよ。それが結構思い出かな。そう、ダンスを作るっていうのめちゃめちゃみんなで放課後残ったりとかもして楽しかったなと思います。あ、聞こえてる、よかったよかった。続いて、マイブームはありますか、最近ハマっていることは何ですかということで、最近さ、やっぱりこのご時世なんか食べ歩きとかめちゃめちゃなんかね、ちょっとやりにくいなっていうのがあるじゃないですか。でもやっぱり食べ歩きしたいっていう欲があるから、最近私が YouTube でなんか市場とかを食べ歩く動画、なんていうの、食べ歩き動画みたいなのを見るのにハマってて、もうね、本当ずっと見てる。特に夜寝る前にベッドでなんか寝転がりながら見るんですけど、もうさ、普通にベッドに入った時ってちょっともうデフォでお腹って空いてるじゃない。なのにその食べ歩き動画見るからもうお腹がもう活性化されちゃって、めちゃめちゃグーグー言いながら、え、でもここで食べるのはちょっとって思いながら頑張っていつも寝てます。でもいいよ、めちゃめちゃ食べ歩き動画、なんかもし行けるようになったらここのお店食べたいなとかいうのも広がるし、すごくね、おすすめ。ぜひ皆さん見てください。いろんな方、YouTuber の方上げてるので、本当、しかも市場っていうのがね、なんかなかなか近くになかったりするから楽しい、いいよね。ということで、続いて、あけみちゃん関係の一番の宝物は何ですかということで、今日たまたま偶然私皆さんにお見せしようと思って持ってきたものがあるんですよ。こちら、じゃん、ツイッターにも上がった、こっち映ったりします、あ、あった、ツイッターの方でもね一回上がったんですけど、ヒロ先生からいただいた、なんと小道ちゃんのイラスト、原画っていうの、本当もう生のイラスト、ぜひ見てください。わー、かわいい、こんなにアップにしちゃおう。ほんとすごくて、なんかね、鉛筆の感じとかペンのなんかかすれとか髪のザラザラ感とかめちゃめちゃわかるんですよ。もうこれだからすごくない？もう私いつも見えるところに飾ってあって、これをぜひ皆さんに見てほしいと思って今日持ってきといてよかった。たまたまありました、嬉しい。ということで、わかる、常に置いとこう。かわいいでしょ、すごい宝物になりました、ありがとうございます。あとはやっぱり同じくヒロ先生のイラストなんですけど、アフレコが始まる前にちょっと何回か言ったんですけど、精一杯の元気でっていう小道ちゃんがこうやってガッツポーズしてるイラストをデジタルの方でデータでヒロ先生からいただいて、それもマジでもう最強の宝物になってます。国宝じゃん、国宝ですよ、いいな、ありがとう。はい、ということで、可愛く可愛い宝物でございました。続いて、大学生になったのですが浅いつながりばかりです、どうしたら深い関係にまでいけますか、友達の作り方を教えてくださいということで、すごいなんか人生相談みたい。でも私はなんか正直なんか親友はなんか無理にたくさん作らなくてもいいなと思うんですよ。なんかその本当に親友になれる人、その数人でもいいからその人を大切にしたらいいなと思うんですけど、やっぱりどうやったらその親友とかになりたい方と深くなれるのかなって考えた時に、私はまずなんか自分の恥ずかしい部分をさらけ出すことだと思う。なんかやっぱり先にガードみたいな壁があると、それ以上なんか壁を相手に壊させるのってちょっと相手頼りじゃん。だから自分からもう壁をなくしていくことが深い関係になれるやつかなと思って、だから私もさっきさ、あの前髪をなんか乱れてるのを隠しながら撮りましたってちょっと恥ずかしい部分を言って皆さんと親友になりたいなと思ったりとかしてます。はい、こういう感じで皆さん恥ずかしいところをさらけ出していきましょう。あとなんだろう、でも楽しいを共有するのもいいかもしれない。一緒になんか楽しい映画見たり、それこそあけびちゃんを一緒に見て感想を共有するとか、共通の趣味があるとなんか一気に仲って深まるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひそういう感じでやってみてください。続きまして、真夏の宿題シリーズで何か楽しかった思い出があったら聞いてみたいですということで、いやもう選べんよ、全部楽しかったし、これからもきっと、あ、これからもとか言っちゃったけど、まあ楽しいがね更新されるのではないかなと思うんですが、なんか意外とアフレコとかの時って
3人とかオーディオコメタリーも3人で収録でしたし、1対1で他のキャストの方々とお話しする機会っていうのがあまりなかったんですけど、この宿題シリーズがもう1対1なんですよ。だからなんかね、これを通してそのキャストの方々となんか1対1でお話とかもできて、すごい距離を縮められたかなと思うので、それがいい思い出だなと思います。あとやっぱりやったことないことに挑戦できたのがすごい、うん、楽しかったし嬉しいなと思いましたね。皆さんもぜひ私の宿題シリーズでやったものに挑戦するとかするといろんな道が開けてくるかもしれません。続きまして、オーディオコメンタリー収録時のエピソードがあれば教えてくださいということで、これ本当また食べ物の話で申し訳ないんですけど、スタッフさんがいつも美味しいね食べ物と飲み物を用意してくださってたんですよ。でしかもいつも新発売系の食べ物とか用意してくださって、私はもう毎回そのね、なんかさ、ペットボトルじゃない、なんだろう、プラスチックのこういう逆三角形の飲み物あるじゃないですか、あれの逆三角形っていうのかな、あ、台形か、確かに逆三角形はちょっと大変ですね、こうおーってなっちゃうから、台形の台形の飲み物ある、上が丸かったりするやつ、あれをね、スタッフさんが新しいものよく買ってきてくださったんですよ。だから私はいつもそれをパッて取って飲んで、次の収録の時にスタッフさんにあれすごい美味しかったですとか、あれは結構抹茶が濃かったですとか、いろいろなんか報告してましたね。すごいこの間めちゃめちゃ美味しいのがあって、本当にもううわー最高やわーってなったのがあって、それをスタッフさんにあれめちゃめちゃ美味しかったんで飲んでくださいって言ったら、さっきスタッフさんがあれ私も飲みました、めっちゃ美味しかったですって言って、こうやってね、なんか幸せを共有して、なんか幸せな気持ちになりました。あとそうだ、ソラさんにもやったわ。なんか不思議なお菓子があったんですよ。なんか名前からは何だろうみたいなのがあって、ソラさんと食べるみたいなこと言って、結局なんか私が食べること、食べさせていただくことになって食べたんですけど、その時私はソラさんにこれは感想をしっかりと伝えなきゃと思って、断面の写真を撮って携帯のメモ帳になんか食感とかいろいろ書いて、後日それこそそうだ、宿題の撮影をした時にソラさんにあれはこうこうこうでしたよっていうのを報告しました。そんな感じで結構新しい食べ物たちとの出会いがあったのが思い出です。続きまして、村上さんの、あ、やばい村上さんのブルーレイ &DVD 一家の最推しポイントはって書いてあるんですけど、いろいろ私たちなんか情報ごちゃごちゃになっちゃって、ここで言おうと思ったんですよ。学級新聞の日付が4月27日だったっていうこと先言っちゃった。まあそこですあとなんだろうな、手が危ない、あ、水が危ない、ありがとうございます。違うか、肘、ありがとうございます。あ、やばいやばい、よく見な私。よし、続いて、なんだろうな、あーでも、いやそう、爪も可愛いし、あ、さっきここの1っていう数字のフォントも可愛いっていう話しました。可愛い、ここ1が可愛い、可愛いですよ。ここのね、後ろのところまで可愛いからぜひぜひ見てください。ほんと可愛いが詰まってるんだよな。ぜひ最推しポイントは日付ですさっき言っちゃった。続きまして、続きましてじゃない、最後だ、復活の今日のご飯ということで、今日の朝ごはんからいきたいと思います。朝ごはん、手羽元大根卵の多分なんか煮込んだ味噌っぽいやつ。お昼、ピザ、ナスのきんぴら、サラダ、オレンジさっき豆乳ラテ、割と大きめそして今日のお弁当、すごかったんですよ、あの名前は言えないんですけど、めちゃめちゃ美味しい牛丼、ステーキ丼、焼肉丼焼肉めっちゃ美味しかったし、なんか細かい気遣いだわと思ったのが、食べ終わった後になんかミントタブレットみたいな大きいのが入ってて、これを入れてくれるなんて素敵と思いました。まあ今日はそんな感じです。あとでも今日のおやつが、いつも結構洋菓子が多いんですけど、今回はめちゃめちゃ和菓子が揃っていて、すごいね、今日和菓子でしたよね、めっちゃ。なんかだからちょっと後で甘い口にしようかなと思って、さっきからずっと悩んでるんですよ。ドーナツにしようか、なんかカスタードのやつどっちにしようかなって悩んでる。どっちがいいですかね、皆さんちょっとコメントで言っといてください、お願いします。ということで
今日もたくさん食べました。あ、でも聞いてください、ピザって言ったけど大きいピザじゃないし、なんか糖質カットピザっていうのをなんか家の冷凍庫にあったからそれを食べました。しかも9個に切ったうちの1切れは私の姉が食べました。なのででも8食べてるやん。8は食べました。8は食べたけど全部じゃない、ピザちょっとです。はい、ということでどっちもだって、あ、でもカスタードが多いな。じゃあカスタードにしまーす。ということでお願いします。お願いします。何にお願いしたんだろうということでご質問いただいた方ありがとうございます。ありがとうございます。現在1400人、ありがとうございます。たくさんの方にもこんな私の食欲の話をしてしまった。わーわーわー。いやでも食べることは幸せなんで、あ、確かに食べることも幸せだからこれも距離が縮まるかもしれない。え、でもご飯食べると距離って縮まる気がするな。え、だってさ、小学校時代とか給食の時間にめちゃめちゃ仲良くなった気がする。確かご飯も食べるのも親友になるいいやつかもしれないですね。ぜひぜひやってみてください。いや普通は4ピースくらい、あ、違う違う、ね、ピザそんな、私だから丸いのじゃないんだって。こんぐらいこんぐらいこんぐらいの、これ9個に割った、だからもうお姉ちゃんはこんぐらい食べました。これが8個ね。ということで、あ、同じ釜の飯よね。牛乳吹き出す男子おったってどういうこと？すごいなあ。そうそうそう、そうですよ、そうですよ。食べるのは幸せね。2話を見るしかない。確かにアニメでもそうだ、給食班で2話で結構仲良くなったりもしてるから、やっぱりそうなんだ、世界共通だな。うんうん。わー、ということで、そうだ、インスタの方もぜひぜひチェックしていただきたいんですけど、さっきみんなで記憶力テストをやったこちら、サインが書かれているんですけど、さっきも、ほんとさっきですよね、サイン書かせていただいて、そちらの様子とか写真がインスタの方にも上がるみたいなので、ぜひぜひそちらも合わせてチェックしていただけたらなと思います。ということで、なんか早いわ。いや早いなって言いつつ、ちょっと今日は時間が早いからですよね。いつもなんか2時ぐらいまでやってたなと思ったんですけど今日はそっか、まあでも時間的にはすごいやっちゃってますね。ですよ、すごいやっちゃってますよね。そうだそうだ。ということで以上、あけびこみち役の村上真夏でした。ご視聴ありがとうございました。あさってはブルーレイ&DVD 記念すべき第1巻の発売となりますので、ぜひ楽しんでくださいね。ということで、ではでは、また明日。